アブデラジズ・ジェラドアブデラジズ・ジェラドはアルジェリアの政治家。2019年12月28日より2021年6月30日までアルジェリアの首相を務めた。氏名は生息アラビア語式にアブドゥルアジーズ・ジャラードとも表記される。1954年2月12日、編集らに誕生。1976年にアルジェの大学を卒業し、 1981年にパリナンテール大学にて政治学の博士号を得た。1992年より政治学教授を務めアルジェリア国立行政学院にて上級管理職に就いていた。また、1990年代から2000年代にかけて大統領外交顧問や外務省事務局長などを歴任した。2019年12月に新たに就任した。 アブデルマジドテブン大統領によりジェラドは65歳で首相に指名され2020年1月2日に閣僚約40名からなる第1次ジェラド内閣が発足したその後同年6月23日に第2次内閣2021年2月21日に第3次内閣が成立した2021年6月12日の国民議会選挙で アルジェリア民族解放戦線が98議席の第1党となったが議席数を大きく減らし、6月24日に辞任表明。6月30日に、エムンベンアブデラフム財務大臣が後継の首相に任命された。既婚者であり、子供が4人いる。ありがとうございます。